久保さん、まあ、どんなん画質で人あの、映画の画ですね。映画の画。人生とは映画みたいなね、久保さんが言ってましたけど、その画質、画素数。はい。これね、あの、やっぱね、お金がない時っていうのは、人生がね、画素数がね、非常に少なく、ぼんやりしてたんですよ。なんでぼんやりしてたかっていうと、妄想するんですよ。 妄想にふけるんですよねいいなぁ、羨ましいなぁとかね。まあ、嫉妬したりとかね。でも、その画素数っていうのは非常に、もう、ふわふわ浮いていてね、リアルじゃないんですよ。だけど、お金がこう稼げるようになると、実際、リアルでね、それを体験できるので、画素数が鮮明になるんですよ。もう 4K レベルですよね。だって、リアルでホテル、旅館に泊まれるし、ね、リアルに車に乗れるし、それはリアルにあるんだから、画素数は 4K ですよね。 4K か 8K か分かんないですけどリアルまでね <laughs> だやっぱ人生っつうのは画素数をどれだけクリアにするかっていうのがまあピンボケしてねぼやけてこう過ごすのかそれともしっかり鮮明にね映し出された人生にするのかっていうだそれもそうじゃん,なんか一生懸命頑張るその区間とかもやっぱ画素数だと思うんですよめちゃめちゃ頑張ったら結構画素数濃くなると思うんですよね だってその思い出とか、なんかその、なんだ、多分僕一、忘れないですもんね。めちゃくちゃやった思い出って多分消えないんですよ。画素数がすげえ鮮明だから。だけど、適当に来てたら、画素数がしょぼいんで、多分忘れますよ。適当だから。うん。ど、ど,どうすか。人生の中でめちゃくちゃこういう、なんかその、一生懸命やったなとか、もしくはめちゃくちゃもう、どっぷりハマった恋愛とかね。 で、振られたとか。忘れなくないですかじゃそれってもうめちゃくちゃこう思い出があったりとか、めちゃくちゃやったから画素数がすごい、なんだ、あの、高いと思うんですよ。だから鮮明に覚えられるっていうね。でも人生においてはその鮮明に覚えなされるシーンがどれだけありますかっていう。う結構ありますね。うん。だから多分、うまくいかない人っていうのはそういう画素数が、 人生の映画の中の画素数っていうのは非常にああピンボケしてんじゃないかなと思いますね。はい行ってらっしゃい。